3人の糸繰り女昔あるところに1人の女の子がおりましたこの子は怠け者で糸を紡ぐのが大嫌いでしたお母さんがいくら言ってもどうしても言うことを聞きませんでしたとうとうお母さんは我慢がしきれなくなってある時 腹立ちまぎれに女の子をぶちましたすると女の子はわーわー声を上げて泣き出しましたちょうどそこへお妃様が馬車に乗って通りかかりましたお妃様は泣き声を聞きつけて馬車を止めさせましたそれからうちの中へ入って行ってお母さんに往来まで泣き声が聞こえますが どうしてそんなにぶつのですかと尋ねましたするとお母さんは自分の娘が怠けてばかりいることを人に知られるのを恥ずかしく思ったものですからこう言いましたこの子に糸繰りをやめさせることができないものでございますからこの子は年がら年中糸繰りを従っておりますが私どもは貧乏で 朝を手に入れることができないのでございます。それを聞いて、おきさきさまが答えました。あたしは糸くりの音を聞くのが大好きです。あの糸車のブンブンいい音を聞くぐらい楽しいことはありません。おまえの娘を今すぐお城へよこしなさい。あたしのところは朝がたくさんありますから。 好きなだけ糸繰りをさせてあげましょうお母さんは心の底から喜びましたこうしてお妃様は女の子を一緒に連れていきましたお城へ着きますとお妃様は女の子を上の3つの部屋へ連れていきました見ればどの部屋にもそれはそれは見事な朝が 床から天井までぎっしり詰まっています。さあ、この朝を紡いでおくれ。と、お妃様が言いました。これを残らず紡いだら、私の一番上の息子のお嫁さんにしてあげますよ。お前は貧乏ですけど、そんなことはかまいません。一生懸命精を出して働くことが、 何よりの嫁入り自宅ですからね。女の子はびっくりしてしまいました。だってこんなにたくさんの朝では300ぐらいのおばあさんになるまで毎日朝から晩までひっきりなしに紡いだってとても紡ぎきれはしませんもの。女の子は1人になりますとしくしく泣き出しました。そうして3日の間、 手も動かさずに泣き続けていました。3日目におきさきがやってきました。おきさきはまだ何にも紡いでいないのを見ますと不思議に思いました。けれども女の子はお母さんの家を遠く離れて参りましたものですからそれがとても悲しくってまだ仕事に取りかかれてなかったのでございます。と 言い訳をしましまた崎さんはそれも無理もないと思いましたが部屋を出て行く時にこう言いました「明日は仕事を始めてくれなければいけませんよ」女の子はまた一人になりますとどうしていいのかわからなくなって悲しみながら窓際に歩み寄りました。すると向こうから 3人の女がやってくるのが見えました。そのうちの1人は平べったい広い足の裏をしていました。もう1人は大きな下唇があごまでぶら下がっていました。3人目の女は幅の広い親指をしていました。3人の女は窓の前に立ち止まって上を見上げて「どうかしたの?」と。 女の子に尋ねました女の子は自分の困っている訳を話しましたそれを聞きますと3人の女たちは助けてあげようと言って「お前さんが私たちを婚礼の席に呼んでくれてね私たちのことを恥ずかしがらずにおばさんたちだと言ってお前さんの食卓に着かせてくれるなら」 その朝を片っ端から紡いであげよう。それもいくらも経たないうちにやってしまうよ。ええそうするわよ。と女の子は答えました。さあさあ入ってきてすぐに仕事を始めてちょうだい。そこで女の子はこの3人の奇妙な女たちを中に入れて。 最初の部屋に少ししばかりり場所を作ってやりましたすると、女たちはそこに腰を下ろして、早速糸を紡ぎにかかりました。一人が糸を引き出して、車を踏みました。すると、もう一人がその糸を湿らせて、三人目の女がそれをぐるぐる回して、指で受け板を叩きました。そしてこの女が叩くたびに いくらかのより糸が下へ落ちましたしかもその頼糸はまことに見事に紡いであるのでした女の子はこの3人の糸繰り女を隠しておいてお妃様の来るたびに紡ぎ上がった頼糸をたくさん見せましたですからお妃様は口を極めて女の子を褒めました 最初の部屋が空になりますと、今度は2番目の部屋に移りました。こうしてとうとう3番目の部屋になりましたが、これもたちまちのうちに片付いてしまいました。そこで3人の女は女の子にお別れをして、私たちに約束したことを忘れるんじゃないよ。お前さんの幸せになることだからね。と言いました。 女の子がおきさきに空っぽになった部屋とより糸の大きな山を見せますとおきさきは婚礼の支度をしました花婿もこんな器用な働き者のお嫁さんをもらうのを喜んで女の子のことをそれはそれは褒めました実は私にはおばが三人ございますと女の子が言いました 今まで私を大変親切にしてくれておりましたので、こういう幸せな身になりましても、おばたちのことを忘れたくはございません。つきましては、おばたちを婚礼の席に呼んで、一緒に食卓に着かせてやりたいと思いますが、お許し願えませんでしょうか。許してあげますとも。と、お妃様と花婿が言いました。さて、 いいいよいよお祝いが始まりまりした。その時妙ななりをした3人の女が入ってきました。すると花嫁は「おばさま方よくおいでくださいました」と言いました。いやはやどうもと花婿が言いました。お前はまた随分みっともない連中と知り合いなんだね。 それから花婿は平べったい足をしている女のところへ行って尋ねました。あなたはどうしてそんな平べったい足をしているのですか踏むからだよ。踏むからだよ。とその女は答えました。その次に花婿はもう一人の女のところへ行って聞きました。あなたはどうして そんなに垂れ下がった唇をしているのですかなめるからだよなめるからだよ」とその女は返事をしました最後に花婿は3人目の女に尋ねました「あなたはどうしてそんなに幅の広い親指をしているのですか糸を回すからだよ糸を回すからだよ」と その女は答えましたそれを聞くと王子はびっくりして「それなら私の美しい花嫁にはもうこれからは決して紬車に手を触れさせないことにする」と言いましたおかげで花嫁はあの嫌ないとくりをしないでもいいことになりました